チャンピオンズリーグ、チャンピオンへの道、ファイナルへの扉を開けるのはどちらのチームなのか。準決勝です。準決勝を一つの試合に例えると、前半が終了、いよいよ後半です。勇者たちを称えるチャンピオンズリーグアンセム、お聞きいただきましょう。栄光の決戦、決勝、ファイナルへの道、進化が問われる舞台。ファイナリストの称号を得るのはどちらのチームなのか。いよいよです。前半が始まりました。ウェファチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、ナポリ対ユベントス。ユベントス、ファーストレグをホームで勝利しています。ですので今日このセカンドレグでもし負けるようなことがあっても、ファーストレグとの合計で勝っていれば決勝への進出が決まります。さあボールは、今のアリはキーパーの判断が難しいので効果的ですよね。アラ、家庭のボール、アムシク、どうだ。このボールをカットします。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。エルセイド・ヒサイ、長いボールを送ります。スルーパスを出す、チャンスだ、シュート、いやユベントス先制。ユベントス先行します。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあユベントス、価値のあるゴールが決まりました。サイドのスペースへ走らせる、ボールが上がる、頭だ、止めた、ハバエウ・カブラウ、ここはクリアでピンチを出します。さあ右へ預けて、どうだ、立ち上がりから行くぞっていう感じが出てますよね。序盤から非常に楽しめそうな試合の入りになりましたね。ファビオ・カンナバーロ、ファビオ・カンナバーロ、ユベントスがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。組み立てながら攻め上がっていく、味方を走らせる、
いい展開ですね。ボールを上げる。リグライン左から上がっていきます。抜けてくる。ハムシクロングボールを入れてきます。アラム右サイドへ振って拾いたい。この柔らかいパス。カジェホ、ここで前を向けるか。ここはキーパー処理しました。シュート、ディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。エルセイド被災、裏へ届くか。抜けた。イグアインからのスルーパスは通りませんでした。吉川パスでつないで攻め込んでいきます。ユベントス中央上がっていきます。長いボール縦へ、インシーニェ、アラム、カジェホン、ディバラ、うまいですね。このクロスには合わせる選手がいません。上げる。ハムシク、これを奪います。レミナがこれはファールを取られました。レフリーの注意が入ります。立て直します。ボヌッチどうだ。裏のスペースへ、フリーだ。イグアイン、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。アリ気味のボール、抜ければチャンス。そろそろ前半30分を迎えようというところ。グッド、ナポリ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、ちょっと遠目からのシュートでしたけども、もう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。縦へのボール、ハムシク、アラム、ハムシク、ブラッディ、インシーニェ、スルーパスを出す。流れを止めます。ハムシク、カジェホ持ち替えます。またファールか。さあハムシク、ハムシク、セーダー、シュトゥラーロどうだ。このボールに触ります。カジェホ、ユベントスとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。かわした。さあつながるか。シュート、これはわずかに右でした。
ラン、エルセイド・ヒサイ、カジェホ、スルーパス、ここはカットします。イグアイン、カジェホ、大きく縦へ、シックからカジェホン、アーリー送る、ここから行きますよ、エルセイド・ヒサイ、アランから右へ、これはなかなかこじ開けられない、上げる、ボールを受けてシュート、これは惜しい、ナポリ、なんとか今のシーンしのぎましたね。自分たちが攻めあぐねてるということは相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。ズドン、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。ファイナリスト決定戦、ここで前半終了の笛、前半終え1対0。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。ユベントスとしてはゲームが始まってから何本もシュート打ってましたけども、なんとか1点入れたという感じですよね。攻めの形はできているので、しっかりコースを作ってから狙っていくことですよね。前半を終了して準決勝、さあ決戦、決勝の扉を開けるのはどちらのチームなのか。イベントスが1点を先制して折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。イベントス 1-0 リードです。縦にボールをつないでいきます。どうだ、これはちょっとコントロールできませんでした。いやー、もうギリギリクリアっていう感じですよね。ボヌッチ、縦に仕掛けます、上げる、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここは読んでいました。カジェホンから右サイド、ミリク抜けてくる、緩いボール、ここは競り勝ちます。裏を狙っていきます。イグアインに渡る、コース空いた、ここも堅い守りでボールを奪います。縦へのボール、ハムシク抜けてくる、これはアーリークロス、もう一つ前に行きたい、イグアイン裏へのスルーパス、チャンス抜けた、ここをかわした、フリーだ、触る、まだ流れてますよ、ボールを追っていく、マイナスクロス、よくカバーしましたよ。ルーズボール、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。はい、ナポリ今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。この位置危険です。追加点のチャンスです。
直接ハファエウ・カブラウしのぐ。あっと危ない、つながります。これを読んでいた。後半に入りそろそろ15分というところ。どうだ、シュート、イグアインシュート、いやー追加点、ユベントス追加点、ユベントス。ここで選手を変えるようです。ファビオ・カンナバーロ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ユベントスとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。サイドを使う、ボールを受けます。さあ中央へ、ディフェンダー集中力いいですよ。一人で行く、スペースへ出す、いいボールですね。絶好の位置、シュート、いや追加点、ユベントス。ユベントスさらに突き放します。これで3ゴール差。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。なるほど、今日2点目のゴールです。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。このボールをカットします。ボヌッチ、ディバラ、ナポリとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールを動かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですね。そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、前でのポジション取り大事になってきますよね。しっかりと抑えました。あっとこれは危ない。いや、今のシュートミスはもったいない。止めてからシュートまでは本当に完璧でしたけどもね。ボールを送ります。ディバラ、どうだこのシュート。今日4点目かというシーン、やや強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。長いボール縦へ、カットです。ナポリとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定して。ユベントス追加点、ユベントスさらに突き放します。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっ
かりと決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。そうですね、監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあユベントス、圧倒的な強さを見せています。ユベントスとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。ファビオ・カンナバーロ、縦へのボール、ふわっとしたボール、いいボールだ、頭、これはよく止めました。ナポリ徹底的なチャンスを収めることができませんでした。裏に味方を走らせる、インターセプト、アラン、ナポリとしてはなかなかいい形が作れませんよね。シュート、追加点、ユベントス、ユベントス全く手を緩めません。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。今日2点目です。さあユベントス、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。ユベントスとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。試合も終盤に入り、残り時間もあまりなくなってきました。このまま試合を終えますと決勝進出です、ユベントス。さあカウンタースピードを上げたいところ、前線にボールを送ります。アーチのようなパス、このボールをカットします。来たチャンスだ、撫でるようなボールタッチ、ボールはつながりません。スペースへ出す、どうだ、フォローいいですね。サイドのスペースを使う、もういい形ですよ。チャンス来た、上げる、ディフェンダー集中力いいですよ。さあ左サイドへ、最終ラインまでボールを下げる、これはキーパーの手の中へ。このパスを防ぎます、シュトゥラーロ、左にそれます。アディショナルタイムは4分あります。サイドを縦に走らせます、これはスローインとなります。シュート、止めた、ここクリアで難を逃れます。
ります。このパスが抜ける、シュート、左にそれます。スルーパス、絶好の位置で受ける、一旦クリアで落ち着かせます。抜けてくる、来たぞ、ジョルジーニョ。そして今試合終了、5対0、ユベントスファイナリストの称号を得ました。さあ次なる高みへ。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか？ユベントスとしてはここまで戦い抜いてきましたけど、次はもうファイナルの一戦しかありませんから、そこで全ての力を出し切れるように調整していってほしいですよね。いや、決勝が楽しみです。はい、ありがとうございます。さあユベントス、決勝の扉を開きます。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ウェファチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、ユベントスがこれで決勝進出を飾りました。Thank you.